卓研合格パートナーのレトスの斧です弊社レトスは卓研試験に合格していただくために効率的な勉強の仕方をお伝えしております効率的な勉強の仕方とは理解学習です無料の過去問解説分野別解説を通じて理解学習とはどういったものかをお伝えしてますのでチャンネル登録をしていただきこれ以外の動画もぜひご覧いただければと思いますはいこんにちはレトスの斧です 9月2日の3問に入る前にえ本日は過去の合格者からのアドバイスをさせていただきます1点を大切にしてくださいこれからの勉強は1点を確実に取る勉強をしていきましょう今まで不合格だった方は必ず原因があります9月から試験日までの勉強をどのように勉強していたかこれをもう一度振り返ってみてください確実な1点をどこで取り試験当日までどのような勉強をしていくか 具体的な計画をきちんと立てるようにしましょう。これからの勉強の注意点、よかったら参考にしてみてください。もう時間がないからよくわからないまま覚える。これだけはやっちゃだめです。失敗の原因です。問題が解けるようになった、イコール理解できたではないので注意をしましょう。同じ問題を繰り返せば理解できていなくても、覚えているだけで解けてしまいます。そのため、過去問等で40点以上取っている方も、本試験で落ちてしまうんです。 何回受験しても本試験で得点が伸びない方はなぜ得点できないのかをよく考えてみましょうこれが過去の合格者からのアドバイスですもうこれまさしく私も同じように思っていることなんですね特にもう過去で1回以上落ちている方っていうのは何かしら原因があるんですよ同じ勉強をしていても同じように落ちてしまうだけなので単に勉強量を増やすだけじゃなくて理解しているのかをちゃんと確認しなさいよっていうことをこの合格者さんは伝えたかったんですよね 多くの方がここに書いてある通り問題が解けるようになったイコール理解できたって思い込んじゃうんですよ。これが注意なんですよね。解けるのと理解できるっていうのは違いますので理解すべき問題はちゃんと理解をしていきましょうということです。それでは本日の3問に入っていきます主たる債務者が債務を承認すると連帯保証人の債務の時効は更新する。丸かツか。 この問題考えたい方は動画一旦ストップしていただいてこの動画の下の概要欄から問題文ご確認ください答えは丸ですね主たる債務者が債務を承認すると主たる債務者の時効は更新しますそれに伴って連帯保証人の債務の時効も更新しますこれは非常に重要な問題です主たる債務者に生じた自由は全て保証人連帯保証人に影響を与えます これを絶対項と言います。つまりたる債務者が債務を承認すると、たる債務者だけじゃなくて連帯保証人の事項も更新します。この問題は覚えるというよりも理解すべき問題です。 単に答えられるだけではなくて、主たる債務者が債務を承認すると、連帯保証人の債務の事項は更新する。これ、どういうことを言っているかまで理解をしましょう。そうすることで初めて実力が上がってきます。で、今回のこの理解すべき点については個別指導で解説させていただきますので、個別指導の受講師さんは受講者専用のメールマガから解説ご確認ください。で、問い2ですね。 宅建業者 A 社の代表取締役が道路交通法違反により罰金の刑に処せられたとしても A 社の免許は取り消されることはない。ルかツかという問題です。答えは A 社の免許は取り消されることはありませんので丸ですね。宅建業者 A 社の代表取締役が道路交通法違反により罰金刑に処せられたとしても A 社の免許は取り消されません。 道路交通法違反で罰金ってどんな場合かっていうと、例えばスピード違反とかをして罰金刑を受けた場合ですね。社長がスピード違反して罰金刑になったとしても、宅検業の免許取り消しにはならないんですね。なので、今回の問題は丸だということです。まあ、これは覚える学習をしている方でも解ける問題ですね。つまりもう単に覚えちゃうと。これ過去問の問題なんで、もう過去問何度もやっていて、この問題知ってるって方は、これ解けると思います。 ただ、覚える学習では複雑な問題になると解けなくなるんですね。で、重要なことは考え方を理解する、これなんですよ。これが分かれば免許の基準の問題っていうのは難しい問題が出題されたとしても1点ゲットできるんですよね。なので、この免許の基準が出たら、あ、これはもう1点ゲットなんだっていう感覚なんですよ。なので、この考え方、これをちゃんと押さえておかないといけないんですね。 でこの考え方については、個別事情でちょっとお伝えする流れになりますので、えー、ご了承いただければと思います。で、戸井さんです、えー。都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内の宅地で、宅地造成に伴う災害の防止のため必要な擁壁が設置されておらず、これを放置するときは、宅地造成に伴う災害の発生の恐れが大きいと認められるものがある場合、一定の限度のもとに、 当該宅地の所有者、管理者、または占有者に対して擁壁の設置を行うことを命ずることができる、マルかバツかという問題です。えまず擁壁なんですけども、これはですね、まあ、イメージとしてはコンクリートの壁です。崖とかが崩れないように、コンクリートブロックみたいなので、壁になっているようなものあると思うんですよ。例えば、道路の隣だったりとか、道路の横が崖になっていた時に、コンクリートで壁にされていたりとか、えあと、 ちょっと高いところに建物を建てる場合、その建物の土台部分ですね。建物の下が溶、えー、壁、壁になっている、コンクリートの壁になっていたりとか。まあそういったものと考えいただければ大丈夫です。で、これ、宅地造成をするってことは、まあこれ工事をするんですけども、これ工事をした時に崩れてくると危ないですよね。溶壁があったら、まあ、崩れにくくなるので、まあ大丈夫なんですけども、溶壁とかがないとど、んどんどんどん崩れちゃうんですよ。土がどん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 。 でそうなってくると危ないから、知事っていうのは、えー、この宅地造成工事規制区域内の宅地の所有者とか管理者とか占有者に対して、擁壁設置してくださいっていうふうに命じることができるんですね。まあ、なので、この問題は丸になると、まあ、いうことです。で、まあ、これはですね、改善命令と呼ばれるものなんですけれども、まあ、先ほどね、お伝えした内容でわかると思います。 で一定限度っていうのは災害の防止のために必要な限度かつ土地の利用状況等から見て相当であると認められる限度を言うんですけどもちょっとこれ分かりづらいですよねなのでもう単純に必要な範囲内で改善命令できますよと必要以上の改善命令はできませんよと、まあ、いうことです、まあ、イメージとしてはこんなもので全然問題ありませんそして今販売している予想模試は実際個別指導や短期講座で教えているような解説をしています 理解学習ができていない方予備校や通信講座市販の過去問やテキストを丸暗記していて理解できているか不安だという方点数がまだ上がってこない方こういった方は是非弊社の予想模試で理解学習を体験してみてくださいこうやって理解するのかこういうことだったのか新たな発見や理解さらには頭の整理まで行います試験まであまり時間ありませんので今から真の実力をつけていきましょう レトスの予想模試についてはこの動画の下の概要欄から内容をご覧ください今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございましたレトスの小野でした今年絶対合格しましょう